おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3016です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回ですね、過去にね何回かやっておりますこのシリーズっていうかね、こちらから一体ねやっていきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですよ。とこちらですね、アークテックの、ここねちょっとね分かりづらいと思いますけど、こちら一応日本名としましてはね、ドールズフロントライン、スプリングフィールド、静かに楽しむ芳醇の時バージョンっていうね、こちらをちょっとやっていきたいと思います。多分それがここですね、スプリングフィールドの静かに楽しむ芳醇の時バージョンっていうね、そんな感じかな。はい、一応こちらをやっていきたいと思います。アークテックシリーズはね、一応作品がねバラバラになっても順番っていうかね、番号は付けられておりましてね、一応こちらのラインナップ5番となっております。で、確かこいつ一回延期になってたような、ね、記憶があるんですけどね。まあ、そんな感じのこいつをやっていきたいと思います。はい。で、まあ、8分の1となっておりまして、さらに可動フィギュアっていうね、そんな感じのものですよと。で、こちら横を見るとわかりますけど、結構分厚いっていうね、こんな感じとなってます。裏を見るとこうなっておりますね。まあ、一応本体の方の表情パーツが3種類、専用のベース、あと支柱ですね。で、本体があって、こちら銃ですね。スプリングフィールド。で、保持用の手首パーツと、こうですね、机というか、それで椅子っていうかね、こんな感じのね、セットもついてきておりますよと。で、さらに横がこうで、上と下となっておりますよと。はい。ということで、早速ね、開けていきましょう。上ですね。ここから開けていきます。では、レッツ、オープン。はい。ここから出したのがこの形となります。スプリングフィールド本体と表情パーツ。こちらが銃のスプリングフィールドですね。で、銃剣があって、弾がありますよと。で、あと、こちらね、これはコーヒー豆を引くミルかな。で、ポットがあったりとかね、一応こんな感じのものがありますよ。公開の手首パーツ。で、裏側ですね。こちらのところに専用のベースね、机とかね、ここのところにコーヒーカップとかね、トレーというかね、こういうものがあったりとかします。椅子もあって、支柱もあるっていうね、一応こんな感じ。まあ、半分ぐらいがですね、こちらのね、ベース関係というかね、こういうものになっておりましたと。はい。で、これ以外に説明書ですね。一応こんな感じで紙がね、ありまして、袋にね、入ってきておりますよと。はい。これもね、後で見ていきたいと思いますので、早速ですね、パーツ意識ざっと用意してしまいたいと思います。はい。パーツ意識準備できました。こちら、いつものベース、そしていつもの支柱ですね。で、奥のでかいやつがバーカウンター。こちらがね、カウンターチェアっていう椅子ですね。で、手前に置いてあります、こちらのパーツが、これがコーヒーポートですね。で、コーヒーミル。そして、こいつが、ドリップ器具セットって書いてますね。はい。で、こちらのところにカップが3つ、トレーっていうか、これ操作ですね。が3つ。表情パーツ2つに、こちらがトレーですね。そして、こちらがスプリングフィールド銃ですね。で、銃剣があって、弾があって、手首パーツ。そして、スプリングフィールド本体というふうに用意してありますと。で、紙関係がね、こんな感じでね、入ってきておりまして、こちらはね、イラストカードですね。こういうのがあんのかな。ペラリとめくれそうなんだけどめくれないね。はい。これはね、こういうようなカードがついてきておりましたと。で、説明書自体はこちらとなっておりまして、まあ全部ね、中国語表記ということになっておりますのでね、一応こちらのところに QR コードあるんでね、アークテクとかね、APEX、こちらの方ね、チェックしましょうとなってます。で、中身見ますとね、こんな感じになってましてね、パーツ一式がこうですよ。表情パーツの交換方法はね、こんな感じで乗ってきてると。で、外す時にね、一部気をつけましょうとかなってます。で、ペラリとめくりまして、こんな感じ。今つけているエプロンですね。これは取ることができますよ。頭部引っこ抜きます。で、上半身、下半身分解します。で、エプロン取ります。元に戻します。そんな感じかな。はい。で、銃に関しましてはね、こちらですね。上のところが開くのかな。それに対して弾を入れることができます。先端部分に銃剣つけることができますよ。あと、コーヒーミルとかね、こちらに関しましては分解できたりとかね、一応こんな感じでディスプレイができる。台座に関しましては、ね、共通ですけどね、このような感じでね、支柱をつけることができます。で、あとは、例ですね。こんな感じだったり、こんな感じだったりっていうサンプル写真があるという感じになっておりましたよ。ということで、早速ですね、本体をね、見ていきたいと思います。小物に関しましては後でね、見ていこうと思いますんで、ザザッとちょっとね、ずらしてしまって、まずはスプリングフィールド本体ですね、こちらから見ていきたいと思います。で、自立しなかったんで、ショックガンベースをね、使いましたけど、後でね、台座の方に組み付けていきます。とりあえず、こちらですね、本体ですよと。まずは、正面。横です。後ろ。反対側。そして、上となってます。
ここですね、見ていただくと分かる通りビニールが挟まってますよね。こちらちょっとね、エプロンを取るときにね、合わせてやりたいと思いますが、一応こんな感じです。まあ、とりあえずね、開けたばっかりなんで、塊のね、この辺の部分がちょっと違和感あるんでね、まあこれは後々調整というかね、していけばまあ、自然になるのかなと思いますけど、早速ね、見ていきたいと思います。とりあえず頭部に関しましては左右に動かすことができます。ちょっと分かりづらいですけどね、首元のここのね、ネクタイではないですけどね、ここの部分も一緒に動いてくれてますんで、まあ2段階で動くのかなと。ただここの部分ね、こういう風にね、跳ね上がってますけど、本来ね、もうちょっと下がってていいと思うんでね、ここの部分はちょっと矯正してね、グッと下げておいた方がいいと思いますけど、まあ一応こうね、首も2段階で動くみたい。で、上がこんな感じ、下ですよと。まあこうね、ここで見ていただくと分かると動いてくれておりますよと。はい。で、とりあえず前髪パーツを外します。外して、ここの部分ね、気をつけながら表情パーツを取ってあげれば、まあ、首ジョイントに関しましてはこんな感じですね。いつもと同じパターンかな。根元の部分をボールなんで一応グリグリ動かすことができますよと。ただ、ここの部分ね、ちょっと隙間ができてるね、感じがしたので、ちょっと弱いかもしれないんでね、ここの部分は十分気をつけましょう。で、あとはね、元に戻していくと。表情パーツの交換はね、また後でやりますよと。とりあえずこちらね、横のパーツですね。ここの部分がポキッとね、いかないように気をつけてあげましょう。はい。で、戻すにもですね、同じですね。はめ込む部分がありますんで、そこを狙って入れてあげると。後ろ髪に関しましては、スイングと跳ね上げというかね、稼働ができます。ここもですね、中間にジョイントがはまっているという感じ。腕に関しましては、根元ですね。ここの部分見ていただきますと、結構飛び出てますね。これがですね、スタイル的にちょっと自然じゃない感じがするんでね、ここの部分もうちょっとね、内側に入っててもよかったかなと思います。ロールが若干効きます。肘の曲げはこのような感じ。で、手首パーツはまあ、ここですね。ジョイント式なんでここで動かすことができますよと。はい。一応こんな感じ。で、水平もとりあえず問題なし。まあ、腕を下げた時にですね、ちょっとここのジョイントが結構見えちゃってるのが個人的に気になるんでね、まあ全体的にもうちょっと埋まっててもよかったかなと思います。で、ボディーパーツに関しましては腰のスイングっていうかね、一応こちら胸部パーツでも動いてくれますよと。で、腰のひねりも効きそうですねと。で、あとはちょっとペロッとね、めくっておきますが、開脚、足の引き出しはなさそうですね。開脚はね、とりあえずこれが限界値。前後も一応動きます。膝は二重関節でここまで、足首の可動ができますよと。はい。で、見ていただくとわかる通りなんですけど、スカートパーツ、ここですね。購入時っていうかね、予約の段階からね、どっちなのかなと思ってたんですけど、ここのスカートパーツね、布製ですね。なのでまあここね、タイトな感じになってるんでね、限界値はありますけど、自然な感じになってくれるんでね、この辺が動かしやすいのかなと。座るポーズですね、ちょっと転がってますけどね、椅子に座らせたりとかするときに専用のパーツに変えるとかね、ここの部分が干渉してまってね、全然動かないっていうわけではなさそうなんで、こういう部分はいいのかな。座るときには多分こんな感じにできると思うんでね、この辺はいいと思います。はい、一応こんな感じでございましたと。で、こちらね、エプロンパーツのね、外し方もね、後でやりますけど、布パーツをね、採用しているということで、自然に動かすことができるっていうのは、まあ、なかなかいいんじゃないかなと思います。ただ気になるのはやっぱりこちらね、ネクタイというか、この部分がね、思ってた以上に跳ね上がって、これは元々の梱包ですね、がちょっと悪いと思うんでね、こういう部分はちょっとは気になりますけどね、まあ、全体的によろしいんじゃないかな。まあ、あと塊か。そこの部分がやっぱりもう少し埋まっててもよかったかなって感じるのはね、ちょっと惜しい感じですけどね。まあ一応こんな感じでございましたよと。で、台座への組み付けに関しましてはね、こちらのね、腰の部分に対して付属のベース、あとは支柱ですね。これを組み合わせたものを使って立たせるよと。取り付け位置はここ。で、あとはガクガクっと曲げるのはいつもと同じ方式。前方っていうかね、ここについているクリップで腰を挟む方式なども基本的に変わっておりません。はい。で、挟みましょう。で、足首がちょっと弱いですね。なので、ここの部分がね、ぐにゃっと行きやすいと思いますので、十分気をつけてあげましょう。はい。一応、これでですね、台座の方に組み付けることができましたよと。はい。一応、こんな感じでございました。で、この台座に関しましてはね、シリーズ共通となっておりまして、これ中ですね、ケースになっておりますんでね、ここの中のところに、こちらね、表情パーツだったりとかね、余剰品だったりとかを全部ザラザラってね、入れて一気に保管しておくことができると。なので、一応ね、デカものとしては多分こいつ、スプリングフィールド本体。これぐらいかな。あとは椅子とかね、この辺もありますけど、それ以外の小物はね、こんな感じでね、今ちょっと適当に入れてますけどね、こんな感じで入れて保管することができるという中身になっておりましたと。はい。ちょっと高さ的にね、
厳しいので一番低いね、こちらの状態でこれからお話ししていきたいと思いますが、一応こんな感じのね台座がついてきておりましたと。ではですね、先に表情パーツいってみようかなと。表情パーツは今ついてるやつ以外に2つですよと。こちらとこちらという風に2つあります。で、もともとついてるのがこれ、ちょっとわかりづらいですけど左目線ですね。で、こちらの表情パーツが右目線で、こちらが正面の笑顔なんで、一番扱いやすいのはこいつかなと思いますね。ただ一番欲しいのはこの表情パーツの正面目線のような気がするんでね、ここの部分はね、目線の交換ギミックがあってもよかったかなってちょっと思いましたけどね。一応こんな感じの表情パーツがありましたと。まあ一応変化がね、わかりやすくするためにこちらをね、正面目線の笑顔にしたいと思いますが、変え方はね、先ほどチラッとやった通りですね。表情パーツを取るためにね、前髪外して、表情パーツ取っ払って、選択したやつを組み付けてあげて、あとは前髪を戻すと。で、その時こちらですね、横の髪の毛パーツ、ここがね、内側に巻き込まないように十分気をつけながら表情パーツを戻して組み付けてあげましょう。はい、一応こんな感じでございましたと。うん、やっぱ正面目線にすることによって一番扱いやすさは出てくると思うんでね。まああとはポーズ限定になりますけどね、こちら表情パーツもあるという感じになっておりましたと。ではパーツの保持に行く前にね、小物関係をちょっとチェックしていきたいと思います。まずはこちらのバーカウンターかな。こちらに関しましてはこんな感じでね、グラデーション塗装されておりますね。結構綺麗な感じと。ここの部分をね、まあ木目とかが入ってたらもっとリアルかなとはちょっと思いましたけど、一応こんな感じのね、ベースっていうかがありましたと。ただこれに関しましてはちょっとね、欠点というかね、気になる部分がありまして、裏がね、こういう風にこう棚になってるというかね、これは別に問題なく、こういうね、裏のところにね、こう隠してね、こう保管するとかね、こういうことができるのはいいんですけど、ちょっとね、見ていただくとわかると思いますけど、後ろ方向にはね、こういう風にね、傾斜があって幅広になってますけど、上の天板がこっちに来てる関係でね、若干ね、前重心になってる関係で、トンって置いた時に倒れやすいんですよね。なので下のところに、まあ、厚みが少しあってね、そこに重りが入ってて、後ろ重心、イメージ的にはこうなるようなイメージになるようなね、バランスになってれば、転倒しづらかったと思うんですよね。これがですね、結構ね、こう、倒れやすいんでね、これがちょっと気になりましたね。今現在何もないんで別にいいですけど、これせっかくね、しっかりとこう全部ね、コーヒーカップから何からディスプレイした状態でコツンとぶつけた時にこうバタンと行きやすいでね、ここの部分がちょっと転倒しないようなね、感じの構造だったらもっと良かったと思いますけどね。こういうような感じをね、グラデーションとかがされてるのはまあ全体的によろしかったかなと。あとはこれ台座本体しかないので、ここにですね、例えばピンをね、打ち込む部分があったりとかして、こちらのベースをね、組み合わせることができればね、全てまとめることができたんで、それがね、ちょっとできないのが惜しいかなと思いますけどね。一応こんな感じのね、バーカウンターがありましたと。で、あとはこちら椅子ですね。チェアに関しましてはこちらこういう風にありましてね、あとは座らせてポーズを取らせるだけと。真ん中のところにはね、金属製の支柱が入っておりますけど、これ短いです。なので高さ調整はできませんけど、一応こんな感じのね、椅子がありますよと。まあ折りたたみとかはね、特にないですけど、一応こんな感じと。で、あとはカウンター周りのね、小物に関しましてはこちら見るですね。ミルに関しましてはこちらハンドル部分が回りますよと。一応ここね、くるくる回ることができますよと。はい、一応こんな感じのアイテムでしたと。で、さらにティーポットじゃなくてコーヒーポットですね。これもですね、特に上の蓋が外れるとかね、そういうギミックはありませんけど、こういうのね、小物パーツもあると。で、これに関しましてはね、手首パーツがまあポロポロとありまして、これはね、武器用ですね。で、多分この辺とかを使って保持させると。保持に関しましては、この辺ね、ぐいっとね、強引に取り付けていく感じかなと。はい。まあ、イメージ的には多分こんな感じでいいと思いますけどね。で、あとこの辺ね、何種類かね、似たような手首パーツがありますけどね。一応ね、こんな感じで付けてみましたよと。はい。一応こんな感じの保持ができましたと。で、まあ、これもね、同じような感じでカウンターに乗せておけばいいかなと。で、あとはこちらですね。このパーツ、下の部分が外れて、中身を抜くことができると。なのでとりあえずね、何もない状態にできたりとか、これフィルターかな、ここの部分も取れるっぽいんですよね。で、この辺はね、分解できるらしいですけどね、ちょっとね、まあパーツ自体が薄いっていうのもあるんですけどね、クリアパーツなんでピシッと入ったらね、ちょっと残念な感じになりますんでね、そういう部分があるんでちょっと無理しない方がいいと思いますけど、とりあえずこちらですね、コーヒーがない状態とこれが入ってね、中に入った状態ってね、こういうような状態を再現できるパーツっていうのがありましたと。はい。こういうようなね、小物関係が充実してるというかね、あるのはいいですね。
で、あとはこちらコーヒーカップ、空のやつですね。これがあったりとか、トレーっていうかね、これがあると。まあ、こうはね、ならないんで、本当はソーサー乗っけなきゃダメですね。一応こんな感じでしたと。ただ、これ自体はまあ、ちょっとね、安定感には若干欠けるかもしれないね。滑ってバラバラになる可能性もありますけどね。一応こんな感じでね、乗せることができましたと。で、カップに関しましては2種類ですね。ありまして、中身が入ってるやつですね。これがあると。ちょっと透明度がね、そこまでないっていうのがあるのでね、パッと見ね、真っ黒になってるようにね、見えてしまいますけどね。一応、濃い茶色という感じかな。なので、正しいね、コーヒー色っていうかね、になってはいますけど、ちょっと色はね、濃すぎる感じがするんでね。もうちょい薄くてもいいかなってちょっと思ってしまいましたけど、こちらね、中身が入っているやつもありましたと。で、ないやつもあるという感じになっておりましたよと。はい。まあ、こんな感じでね、こっちのコーヒーカウンターとかね、こっちの部分の小物関係もね、非常に充実してて楽しめる内容になっておりましたと。ではですね、次に武器ね、行きたいと思いますけど、こちらのスプリングフィールドですね、これを見ていきたいと思いますよと。これに関しましては、一応ね、ここに溝があるんですよね。で、多分ここに対してこいつを入れろっていうね、雰囲気っぽいんですけど、果たして入るのかなって感じですね。本来は、あ、実銃と同じ動作しますね。ここのレバーですね。これを持ち上げます。スライドするっていうね。まあ、抜けたらダメなんですけど、こういうようなね、正しい動作ができると。で、中を見ますとね、ちょっとわかりづらいですけどね、内側に溝が切られておりまして、そこに狙ってね、こちらの弾ですね。これをここにね、ガシャコンとセッティングすることができると。ただこれ一回出たら抜けないんじゃねってちょっと思ってはおりますが、一応ね、ここの中にセッティングできると。で、あとは、これをね、また同じような感じでズボってやってあげれば、こんな感じで中に入れることができると。一応装填ギミックですね。なんとなくですけど、これをスライドしてね、一発送り込んでみたいな、こういうような動作ができるっていうのは非常にいいですね。ここの部分がね、私はね、ダミーだと思ってたんですけどね。ここの部分がちゃんと動くのは非常にいいですね。あと、こちらね、タンジェントサイトに関しましては稼働しないですね。まあ、ここはしょうがないでしょう。一応、こんな感じと。で、あと、先端部分に銃剣ですね。これをつけることができると。これはただね、こちらのところにズボッとはめ込むだけですね。で、先端部分ね、破損しないように気をつける必要性はありますけど、こんな感じでね、組み合わせることができると。先端かなり尖ってますんでね、刺さって怪我しないように十分気をつけましょう。で、ここにね、入れる弾ね、もう一個ありますけど、こちら、カートクリップに入ってるやつですね。カートクリップに入っているやつですね。これをね、多分ここにセッティングすることも可能だと思いますけどね。一応こんな感じでね、細かいパーツもちゃんとついてきておりましたよと。はい。で、あと、こいつを取り付けるときには、この手首パーツ2つですね。これを使います。こちらの手首パーツを使って、ここの部分をね、ギュッと保持させると。で、その時にですね、見ていただくとわかる通り、トリガーにはね、指がかかりませんのでね、ここの力のみで保持させるので、もしかしたらポロッとね、行く可能性もありますけどね。一応こんな感じで、とりあえず持つことができたと。で、あと反対の手ですね。これを使って、ここをね、サポートするような感じで保持させるという感じですね。はい。これもね、しっかりとしてるんで、いい感じですね。で、こちらね、小物関係もそうなんですけどね、全体的にしっかりと作られておりますんでね、これだけでもかなり満足度が高いと思います。で、あと取り付けに関しましては、まあ、手首パーツをね、こっから引っこ抜きます。で、引っこ抜くのはいいんですけど、こちら、フィグマとね、同じような感じで、ジョイント式になってはいるんですけどね、予備の手首ジョイントっていうのが入ってきておりませんので、下手すると、壊れてしまいますんでね、そこの部分気をつけながら、交換をね、しっかりとしましょう。はい。で、まあ、ざっくりですけどね、ここにズボッと保持させてあげれば、これでね、武器取り付けることができましたと。はい。一応こんな感じ。あ、取れましたね。なので、先ほども言った通り、ここの保持力のみなのでね、両手で保持させるようにした方がいいかと思いますけど、まあ一応こんな感じでね、武器自体は取り付けができますよと。はい。一応こんな感じになっております。で、あとですね、エプロンパーツの外し方やって終了したいと思いますが、とりあえず分解しなきゃいけないのは、頭部を引っこ抜いて上半身、下半身を分解してという感じになっておりますんで、その流れで行きましょうと。とりあえず頭部はこっから引っこ抜きます。思ったよりも簡単にスポンと抜きますね。で、これが抜けましたら、ここをね、外したいところなんですけど、ここも外れないっぽいんでね。できればね、この辺のところがね、パチッと外れれば一番楽ではあったんですけどね。とりあえず外れないので、このまま。エプロンついた状態で上半身、下半身を分解していこうかなと。やりやすくね、めくったりとかした方がいいと思います。で、これもね、このままスポンと抜きます。で、これが取れましたら、あとは、なんとか頑張って抜くという感じですね。
ここの部分も首のね一部かわしたりとかしながらうまく逃がしていきましょう。で見ていただくとね、ビニール袋っていうかね、ビニールが挟まっておりますんで、ここの部分のビニールはとりあえず除去と。で物によってだと思いますけど、このビニールがですね、こっちに入った状態でボールが入ってた場合、こちら側のね穴が広がってしまってね、ビニールをね除去した時にガバガバになる可能性があるんでね、その時にはね内側のところにね新たにビニールをね挟み込むとかして対策した方がいいと思います。はい。でこちらのスカートパーツに関しましては、これもね頑張りゃ抜けるかなって感じですけどね、まあ抜く必要性はないのでこのまま行きましょう。はい。一応こんな感じにすることによってエプロンね外すことができましたので、とりあえずねなしの状態でも運用ねできるようになっております。ここの部分はね奥までしっかりとね入れてあげた方が、腰回りっていうかね、ここの変な隙間はできなくなるんでね、ちゃんと入れましょう。でこれをね外したことによって、ここのパーツがね浮いてるのがすごく目立ちますね。まあここはちょっとね対策しておいた方がいいかな、圧力かけるとかねなんかした方がいいと思いますけど、一応こんな感じで、あとは腰を挟んでね立たせておけば OK かなと思いますが、はい、一応ねこのような感じでございました。エプロンパーツっていうかねこれとか、まあ、あとスカートですね、ここの部分がね実際に布製のねものを採用されているということで質感もいい感じ、あとはスカートパーツもね固定されているものではないので、まあ自然な感じにね動かすことができるという点は良かったかなと。ただボディラインに合わせてねピチッとしてる関係で開脚とかがねほとんどできないっていう難点がちょっとあったんでね、ここの部分はね見た目重視もいいですけど、少しねふわっとしてふわっとなってればね、もうちょっと可動域が広かったんじゃないかなと思いますね。それ以外の部分に関しましては小物関係がねかなり充実しているんでね、これはまあ良かったと思います。あとね一個気になるポイントとしましては、やはり表情パーツが正面左右っていうね、それぞれ限られたやつしかなかったので、できることならね正面が2種類、あとはまあ右か左1個、それかあとは目線のね交換ギミックみたいなねものがあればもっと良かったなっていうね感じがしましたけどね、まあ内容としてはなかなか良かったと思いますんでね、もし気になった方はね、もし興味がねある方はね、こちらちょっと入手してね楽しんでいただければと思います。はい。ということで今回ですね、アークテックのスプリングフィールド静かに楽しむ芳醇の時バージョン、こちらですね紹介していきました。はい。ということで次回ですね、次回はですね以前紹介したことがありますストライクガンダムですね、そちらの派生機というかね、そんな感じのね機体をやっていきたいと思いますが、そちらがですねイベント会場限定販売みたいな感じかな、それと後々をね抽選販売みたいな感じで、入手機会がねかなり限られていたやつがねありましたんでね、そちらをやっていきたいと思います。そしてそれに関するね同じサイズ感のやつをねやりたいと思いますんでね、一応ストライクの派生機に関しましてはね全2回でね次回からやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。